次、愛さんです。ありがとうございます。たしなみの提案です。カジ君は幽霊が苦手ですよね。はい、そこで幽霊を提案します。却下。次のお便り と言っても怪談話をするんじゃなくて、幽霊がいないという理論や、まあ、もし出会ってしまった時の対策方法などを考えます。私も幽霊はめっちゃ苦手なので、たしなみでみんなで幽霊のことを考えて強くなって幽霊を克服したいと思います。克服？うん。カジ君一緒に克服しませんか？なるほど、新しい切り口ですね。でも大丈夫かなこれ。まず幽霊とはみたいなのですげえ怖くなっちゃうパターンとかないですか？いきなりその対策法とか、もうその科学的に存在するわけがないみたいなところから入るんだったらいいですけど、まず1900何年に発見されみたいなの嫌ですよ。なんかこの間のチョコみたく、まず紀元前とか最近の幽霊はこうだみたいなの嫌ですからね。うん、ちょっとそれは不安なんだよな。はい、次。